ダメだ、見失った。少し前すらまともに見えない。この辺りは万年吹雪で、獣人ですらなかなか近寄りません。なのにゼノイラ兵がいたということは。バストリアスブルーの在りかを探ってるのかもしれないな。でも石の場所はラモーナ様だけが知ってるんだよね。こんな吹雪の中を手がかりもないのに探すかな。いずれにしてもゼノイラ兵がここにいては問題だ。急いで出撃しよう。なんだってこんな偏僻な場所に駐屯しないといけないの。はあ、上の考えることは理解不能だわ。ご報告です。反乱軍と見られる集団がこちらに向かっております。何ですって。これは鬱憤晴らしにもってこいね。いいわ、全軍に伝達なさい。全ての駐屯地を厳戒態勢に移行。この吹雪に乗じて敵を迎え撃つのよ。出撃する。私に任せてください。答えてみせようか。行きます。私の動きについてこられるか。強くなった気がするぞ。ここか。ああ、行こう。震えているのか。天使を前に、おい。負けませんよ。加勢する。やりました。お役に立てるよう頑張り、目標確認。よし、行こう。私に任せろ。精霊とともに。分かりました。うまく制圧できたな。行動開始だな。
行こうか。私に任せてください。精霊と共に、精霊の導くままに。どうしましょうか。行きます。私を見ておけ。ああ、行こう。これは天からの恵みだ。いつでもやれる。私に任せろ。立ちふさがるなら排除する。また少し強くなりました。私を見ておけ。ああ、行こう。何か落ちてましたよ。一瞬でケリをつける。まあ、こんなもん。これで褒めてくれるかい。行動開始だな。行こうか。自己役に立てるよ。頑張ります。答えてみせよ。私に任せろ。ふむ、いただいておく。私を見ておけ。答えてみせよ。ああ、行こう。どうしましょうか。目標確認。お任せください。精霊の導くままに。天使を前に愚かな。行動開始だな。容赦はしない。天は見ているのだ。私を見ておけ。私に任せろ。制圧完了だ。いつでもやれる。ああ、行こう。お役に立てるよ。空から向かいます。成敗します。まだまだ。うん、強くなったかも。私に任せてください。行きます。さて、勝利につなげよう。出撃するぞ。私が行こう。ひとっ飛びだ。傷を癒さなくては。わかりました。相手になろう。おごらず研鑽に努めるとしよう。指示を頼む。了解。どう出るべきか。行くぞ。ここを制圧です。お役に立てるよ。目標確認。これは天からの目。答えてみせよ。いつでもやれる。到着したぞ。私に任せてください。行きます。お力になります。はい、到着だ。容赦しません。精進し続けます。お任せください。頑張りますよ。さて、感謝するぞ。ね、負けませんよ。強く、もっと癒していきますよ。成敗します。私たち息ぴったりでしょ。お役に立てるよ。行きます。
これ戦いで使えませんか。剣さばきを披露する。俺が相手だ。やったぞ。考えるんだ。精霊と共に。さて、よし、お任せください。行こうか。さあ来い。一瞬で蹴りをつける。ここが目標地点ですね。剣さばきを披露するか。一瞬で蹴りをつける。思い知ったか。行動開始だな。わかりました。おや、これは剣さばきを披露するか。この力、ロザリンダ様のために。どう出るべきか向かおう。さて、答えてみせよう。私を見ておけ。すぐに飛び立つ。お力になります。向かいます。ふむ、いただいておこう。答えてみせよ。私に任せろ。ここは抑えた。お任せください。考えるんだ。精霊と共に。精霊の導くままに。一瞬で蹴りをつける。やばいんじゃねえか俺。褒めても何も出ねえぞ。負けはしない。誰が相手でも。どう出るべきか。勝利につなげよう。お任せください。行こうか。考えるんだ。よし、次の行動に移るか。待機します。いつでもやれる。ああ行こう。私に任せてください。目標確認。私の動きについてこられるか。能力が向上したな。強い者が勝つ。当然だ。どう出るべきか。行くぞ。弱音を吐く。精霊の導くままに。いいものを手に入れた。さて、考えるんだ。どう出るべきか。よし、考えるんだ。向かおう。精霊よ、お守りください。わかりました。ふむ、ここだな。俺が相手だ。援護を任せろ。まだ伸び足りないね。より多くを救うため。まだ成長できるもんだね。傷を癒さなくては。行こうか。さて、よし、到着しました。考えるんだ。行くぞ。ここは戦いの要になれな。どう出るべきか。向かおう。これはありがたい。さて、行くぞ。考えるんだ。全力で答えよう。さあ来い。どう？もっと強くならねば。どう出るべきか。いけます。考えるんだ。
ましょうか。行きます。負けませんよ。この猛吹雪で気がめいっていたの。憂さ晴らしに付き合ってもらうわよ。今のはくらい。強化するわ。強化するわ。はい。私が取る。逃さない。遅れを取るな。悔しい。すぐに手当てを。頼むよ。お守りします。ダルキ。続くわ。まだよ。頼むわ。はい。期待してるわ。そこ。これで大丈夫。忠義を示せ。守ります。さらに活躍できますよ。少したくましくなりました。体が軽くなったみたい。この子にご褒美あげちゃいます。ありました。こちらがバストリアス・ブルーです。これからどうするんだ。周囲にゼノイラ兵がいた以上、ここも安全ではありません。より目のつきにくい場所に移管するほか。バストリアス・ブルーが。カカカ、これほど簡単にことが運ぶとはな。どういうことだ。何者だお前は。青い石が狙われていると知れば、所在を確認せずにはいられない。全てこのエルゴール様の手のひらの上だったということだ。まさか首都でコンラッドのやつが口を割ったのも計画のうちだったのか。さあライマン様、こちらへ。バストリアス・ブルーでございます。ご苦労。貴様が総司令のライマンだ。薄汚い獣よ。もうお前たちに用はない。我が術に飲まれるがいい。モラード、もしや獣人の凶暴化は術で。行くぞエルノール。カカカ、獅子ともあろうやつがざまあない。せいぜい同士討ちで朽ち果てるんだな。危ない。モラード、お願いしっかりして。ペンダントが。モラード、ここは一体夢か。いや、そうか。この戦いで俺は獅子などではなく、本当は モラード、大丈夫かな。大丈夫さ。
ラモーナが手当てしてくれているから。彼の容態は落ち着きました。じきに目覚めるでしょう。よかった。アレイン様にも彼について話した方が良いかもしれませんね。なるほど。モラードには過去の記憶がないのか。はい。なので彼の素性については実はほとんど分かっていません。まあそれを言うなら私もだけどね。ラモーナ様に出会う前のこと覚えてないから。ユニフィーも。私とモラードはね、8年前にラモーナ様に拾われたんだ。戦場で2人して倒れてたところを助けてくれたみたい。辺りを探したものの、残念ながらこの子の親は見つからず、モラードもバストリアスブルーを持っていた以外に手がかりは。その時からラモーナ様と一緒に暮らしてるんだ。そうだったのか。だからラモーナが育ての親に。ところでユニフィ、先ほどのペンダントのことですが。モラード、もう起きて大丈夫なの？ああ、すまない。心配をかけた。それより、バストリアスブルーだ。なんとか取り戻さればな。確か、ライマンと言ったか。あの魔術師は一体どこへ？それならきっと、西にある城塞都市ドラコドリナだろう。そこがバストリアスにおけるゼノイラ軍の拠点だ。わかった。獣人の凶暴化が奴の仕業なら放っておけないな。急ごう。西の城塞都市ドラコドリナへ。あ、そういえばさっきペンダントがどうって。いえ、今先を急ぎましょう。またいずれお話しします。そう？それじゃあ行こっか。あの青い光と青い宝石、それに反応したモラード。敵がバストリアスブルーを求める理由はもしかして。